皆さんこんばんは。竹須青年会副会長の松江里です。本日開催される第7回竹須足部エイサー祭りにご来場いただきありがとうございます。今年で竹須青年会結成110周年になり、10周年を迎えることができました。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。雨にも負けず演舞しますので皆さん楽しんでいってください。それでは皆さん楽しんでいきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしい挨拶でしたね。ありがとうございます。最初の青年会はですね、読谷村祖父青年会です。はい、まず祖父青年会のプロフィールを読み上げたいと思います。私たち祖父青年会はメンバー27名ほどの青年会になっています。地域活動では公民館行事であるトゥシビ、お盆、陸上、その他にもいろいろな活動に参加しています。今年は若いメンバーでの構成となっており、19歳、20歳のメンバーが多く中心となり、祖父の魅力である手踊りでもしなやかで元気のある兵士を注目していただければと思います。本日は祖父青年会をお呼びいただきありがとうございます。最後まで一生懸命華やかして頑張りますので、温かいご声援よろしくお願いします。それでは行きましょうか。皆さん大きな拍手でお出迎えください。読谷村祖父青年会の演舞です。どうぞ。
はい、ありがとうございました。今一度ソベ青年会に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。最高ソベ青年会ありがとうございました。続いてはうるま市 S 青年会の皆さんです。大きな拍手をお願いします。青年会のプロフィールを読み上げていきたいと思います。私たち S 青年会は、自分たちの地域を盛り上げるためにエイサーの活動や地域の清掃活動に力を入れています。去年から新しい世代に変わり、スタートは20名から始まりましたが、現在では現役70名を超えました。衣装も新しくなり、新曲に海浜ララ節も取り入れ、さらに見応えのある演舞になっています。等身同意はどんどんテンポアップになり、最後の大太鼓の演、旗頭、締め太鼓のフェイシが見どころです。今年は大阪派遣、栃木派遣と青年会の活動も大きくなり、青年会一同が気合に満ち溢れています。本日はうるま市 S 青年会をお呼びいただきありがとうございます。最後まで精一杯踊りますので、5000円よろしくお願いします。噂では S 青年会すごいと聞いてますので、楽しみにしてますね。お願いします。はい、それでは皆さん大きな拍手でお出迎えください。うるま市 S 青年会の演舞です。どうぞ。
You need to do it.
手をお願いします。いや迫力すごいですね。最初の音でびっくりするぐらいすごい圧倒されてすごかったです。ありがとうございました。今度はですね、那覇市から来てくれましたおろく旗頭保存会の皆さんです。大きな拍手お願いします。さあ読谷村でね旗頭を見ることなんて多分なかなかないっていうかもうないと思いますので、那覇まで行かないと見れませんので、はい、よろしくお願いしますね。持っていますよ。一人で持ってます。皆さん大きな拍手でお願いします。
はい、那覇市ですね、おろく旗頭保存会の皆さんはですね、沖縄県那覇市阿佐おろく地区に所属している団体でございます。伝統文化の継承や地域活動に力を入れています。主な活動では旗頭や子ども獅子、那覇ハーリーなど地域のイベントにも参加しています。一人ずつが45キロの旗頭皆さん持ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。
5500ミリですよね、5500ミリです。皆さん大きな拍手をお願いします。いや、すごかったですね。ありがとうございました、ね。はい、それではプログラム移りたいと思います。続いては沖縄市南桑原青年会です。大きな拍手をお願いします。それではプロフィールの方を読み上げていきたいと思います。南桑原の特徴はスローテンポから徐々に速くなっていくところや、締め太鼓のしなやかな松さばき、女踊りの四つ竹を使った華麗な踊りも見どころとなっています。曲目では南桑原エイサーオリジナルの南桑原まぎりと他では見られないユンタンザンを曲に合わせた方があります。青年会一同祭りを盛り上げていきますので、ご声援の方よろしくお願いします。さあ行きましょうか。準備いいですか。南桑原の皆様、準備はいいですか。大丈夫ですか。準備はいいか。ごめんなさい。それでは皆さん大きな拍手でお出迎えください。大きな拍手でお出迎えください。大きな南桑原青年会の M です。どうぞ。
沖縄市南東丸青年会の皆様ありがとうございました。今一度大きな拍手。
手をお願いします。大盛り上がりでしたね。ありがとうございました。終わると見せかけてまだやるってね、もう最高、本当にありがとうございます。あっという間ですね。残すはうるま市赤の青年会と時計青年会の2団体となりました。それではプロフィールの方を読み上げていきたいと思います。赤の区の伝統エイサーは1曲目から約20分間ノンストップの演舞に一糸乱れぬ隊列を構成、しなやかで美しいモーヤーの 手さばきや凛とした姿に見せる演舞です。パーランクとの兵士の掛け合いや安定した地方との歌声と各ポジションだけ見ても魅力なので、どの角度からも楽しめるのが特徴です。皆さん、赤の青年会隊列すごいのでそこ注目して見てください。はい、じゃあ準備整いましたので演舞の方移りますね。はい、それでは皆さん大きな拍手でお出迎えください。うるま市赤の青年会の演舞です。どうぞ。
Thank you.
中野青年会の皆様ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。なかなかね、読谷村でパーランクは見れることがないのでね、すごい隊列もね、綺麗な感じで、本当にありがとうございました。最高でしたね。とけし青年会、本当にこの祭り、現役メンバーが全部やってます。ごめんなさい、今回ね、協賛の方もすごいたくさん協力いただいて、紹介ちょっと時間の都合でできなかったんですけども、みんなが一人一人各会社にね、すいません、こういう祭りやりますのでご協力よろしくお願いしますって言って頭下げて、でその会社の皆さんも頑張ってよ若者って協力してくれてます。本当に協賛協力していただいた各会社の皆様ありがとうございます。そしてとけし青年会の皆さんのこのね祭りができるのも本当現役あってなので、皆さん大きな拍手お願いします。さあ残すは最後の団体と勝ち足までとなりました。最後皆さん悔いのないように盛り上がって帰っていただけたらなと思います。とけし青年会、今回結成で今年か結成110周年となっています。110歳ですよ110歳。明治かな110年なってます。もう110歳ですよ、0歳だった人が110歳になってますので、すごいですね。とけし大丈夫、大丈夫ね。さあそれではいきましょうか。最後大鳥です。第7回とけしエイサー趣味祭り大鳥を飾ります。とけし青年会の演舞です。皆さんよろしくお願いします。Thank you.
우리 노엔 소리사 보시게라마
け青年会の皆様ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。最高、ありがとうございました。気持ちすごい伝わりました。ありがとうございます。